こんにちは、じゅんです。今回は太宰治さんの人間失格のあらすじの紹介と物語の解説をしたいと思います。どうかよろしくお願いします。人間失格、なんだか不穏そうなタイトルですよね。ぜひ楽しんでください。それではまったり文学を読む。主人公の陽三は裕福な家庭に生まれました。陽三は周りの人間と同じ感覚を持てずに苦悩しました。それでいて彼は小さい頃から道化を演じることに徹して育ちました。父親から愛情を受けなかったので陽三は父親のことを恐れていました。親や友達と喋るときにわざとトンチンカンなことを言ったり率先してふざけました。人から嫌なことをされてもただただ笑ったふりをして周りの機嫌を常に伺っていました。そして中学生の頃、同級生である竹市という人にお前演じてるだろうと見抜かれてしまいました。彼はそのことがトラウマになって人間に対してさらなる恐怖心を抱くようになります。人間不信が悪化するんですね。そして高校に入って先輩から酒、タバコ、女遊び、左翼思想などを教えられ、それらに浸ることで人間や世の中に対する恐怖を紛らわすようになりました。そんなように生活の末、現実逃避をすることでだんだん借金もかさんでいき、彼は常子という人妻と一夜を過ごして、もう一緒に死んでしまおうかと言って心中をしようとしました。しかし陽三一人だけ生き残ってしまいました。陽三は一人だけ生き残ってしまった罪を背負うことになります。そして陽三は自分の心を満たすためシングルマザーであったり京橋のバーのマダムなどどんどんと女性との関係にはまり込みます。そして一時はだんだん生活が安定してきて幸せを感じるようになります。しかし次は幸福であることがだんだん怖くなってしまって逃げ出してしまいます。その後タバコ屋の純粋無垢な娘と結婚し、一時的にやっと心の平穏な幸福な日常を手に入れることができました。しかしある日その妻である純粋無垢な娘は商人に襲われてしまいます。純粋無垢な妻はとても心の綺麗な方だったので常日頃から世間のあらゆる物事やあらゆる人に対して信頼を持っていました。しかしそんな婚約者が謎の男に汚されてしまったことで陽三はさらに多大なる恐怖に襲われてしまいます。絶望の淵に立たされてしまった陽三はアルコール中毒になり、睡眠薬を使って自殺をしようとしました。しかし死ぬことはできませんでした。その後彼はモルヒネ中毒、薬物ですね、モルヒネ中毒にかかってしまい、薬屋さんから借金をしながら何度も何度もモルヒネの注射器を買うようになりました。もう借金は膨れ上がって返済不能なほど溜まってしまいました。周りからは陽三のことは狂人と呼ばれてしまい、ついに精神病院に強制的に入院させられてしまいます。陽三は自分自身に人間失格の烙印を押しました。その後陽三は故郷に引き取られると、ただただ過ぎていく時間の中で廃人のように過ごしました。そしてここで物語が終わりかと思いきや、男は
3枚の写真を見ました。そして言いました。この人生きてるんですか？喋りかけた相手は京橋のバーのマダムです。そうです。一度陽蔵が交際をしていたマダムなんですよね。マダムは言いました。生きてるかどうか、わかんない。急にこの大量の手紙と写真が送られてきたの。そうなんです。今までの物語は手紙の中の内容だったんですね。そしてマダムは言いました。彼がこうなってしまったのは、彼のお父さんが悪いんですよ。写真の彼は、お酒を飲まなければ、いや、お酒を飲んでいても、神様みたいないい子でした。と、マダムは言いました。おしまい。いかがだったでしょうか？この人間失格は、1948年3月より書き始めて、5月に書き終えました。そしてその1ヶ月後、6月に、太宰治さんは自殺してしまいました。この人間失格は、夏目漱石さんの心と並んで、何十年にもわたって日本で一番売れた小説の累計発行部数を争っているんですね。実質日本で一番売れた小説です。この壮絶な作品が歴代で日本で一番売れた小説と考えるとすごく感慨深いものがありますよね。人間失格、人間失格。皆さんは自分自身を人間合格だと思いますか？それとも人間失格だと思いますか？少なくとも即答で、はい、人間合格ですって言える人って意外となかなかいないんじゃないかなって思います。そんな中、物語では陽蔵は最後に薬物中毒になって自殺未遂をしてしまった自分自身に人間失格の烙印を押します。自分自身は人ですらないんだと決めつけてしまうんですね。しかし物語の最後、陽蔵と交際を一時期持っていた京橋のマダムは陽蔵のことを神様みたいないい子でしたと言いました。これはなんでなんでしょうか？あんなに自分自身はダメ人間だダメ人間だと責め立てて最終的に廃人になってしまったのに、陽蔵と親しくした人の客観的な視点からは神様みたいないい人だと映っているんですよね。これなんでなんでしょうか？主人公は幼い頃から人が考えていることを理解することができませんでした。つまり自分と他人の間に存在する無限の距離を感じ取ってしまい、自分と他人を全く違う別物で、ね、理解できない存在だということを子供の頃から思うんです。それが主人公を他人から遠ざけてしまうんですね。ですがこの作品で多くの女性と陽蔵は交際するように、主人公は他人からの愛も同時に欲しているんですよね。人間が怖くて怖くて仕方がないのに、誰かから愛して欲しくてたまらないんですよね。このような悪いジレンマに陥ってしまうんです。その結果、最終的に薬物中毒で自殺未遂を犯して廃人になってしまうんですけれども、客観的な視点、他人から見ると神様みたいないい子だったんですね。主人公は他人から愛されるべき人間だったのに、自らに怯えて自らを破滅させてしまいました。もしも主人公が他人からの言葉を素直に聞くことができていたら、特に物語の最後でマダムが言っていたように、父親からそのような言葉をかけられていれば、陽蔵の人生というものは全く違うものになっていたのかもしれません。皆さんは人間失格を読んでどう思いましたか？いかがだったでしょうか？太宰治さんの人間失格はネットの青空文庫でいつでも無料で読むことができます。
概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ皆さん読んでみてください。またこのチャンネルでは日本文学のあらすじや解説を動画にしています。チャンネル登録、高評価していただけたらとても励みになります。お願いします。それではご清聴ありがとうございました。